霊夢と麦里沙の3ガンダム解説動画。皆さんどうも、霊夢です。麦里沙だぜ。前回ネオジオンに対して正規兵を手に入れたダバード王国が一大攻勢を仕掛けた。正規兵に対抗するべくゼノンマンサを復活させ、マキ兵ザマレドマンサーに乗って、ガンレックスに襲いかかってきた。窮地に追い込まれるものの、幻獣ジーグリフにより発禁の盾を与えられて、ザマレドマンサーを撃破する。戦いには勝ったもののその隙を突かれて、ダバード城は敵の襲撃によって火の海に包まれてしまった。というのが前回までの話だな。味方ももうボロボロだし、帰るところもなくして実質負けだったのよね。故郷を失って行き場をなくしたダバード軍は、レッドウォーリアールの祖国であるレガシムへ向かうことに。そんな彼らの前に、ダークナイトダークゼッツーと、暗黒騎兵ダークサラマンダーが現れる。ダークゼッツーは HP9400、ダークサラマンダーは MP24000。強いと思ったけどガンレックスが15万あるし、発禁の盾の半減効果もあるから楽勝か。ちなみにこう見えてガンダム一族らしく、モチーフはゼータガンダムの先行量産試作機とも言える、ゼッツー。まさか悪役にされちゃうとは。しかもこのキャラは92年発売の、スーパーバーコードウォーズのオリジナルキャラ。おう。一時期バーコードもの流行ったねー。ダークゼッツーを退けて、アルマータ地方のレガシムへたどり着くが、なんとそのレガシムさえもすでに、ネオジオンによって壊滅状態にされてしまっていた。ネオジオンの行動範囲が広すぎる。さらなる劣勢に追い込まれたダバード軍だが、それを救うべく、懐かしい援軍が到着する。冬季伝説の地より、ネオジオン族侵攻の噂を聞き駆けつけた、ラクロア騎士団だ。申し訳ありません。もう少し早く着けば。あなた方は？ラクロア騎士団の団長、アムロです。目的は一つ、ネオジオンを倒し、スダドアカワールドに真の平和をもたらすため、共に力を合わせて戦いましょう。女王様、力強い味方が。あなたは？は、ナイトガンダム GP01 と申します。伝説の地ラクロアの方々に会えるとは光栄です。よろしく。僕はあなたによく似た勇者を知っていますよ。ネオジオンを倒すまで。ホーホーホー。というわけでここから新たに参戦してきたのは、ラクロア王国の騎士団長、アムロ。ナイトアムロ来たー。ニューガンダムをベースにした鎧と、剣士ゼータの角飾り、闘士ダブルゼータの耳飾り、砲術師ニューの口周りをモチーフとした兜を身につけている。ああ、かつての仲間たちを忘れないように身につけてるのかなー。泣かせる。以前は HP250 と、自らの力不足を嘆いていたが、今回は HP2500 と大幅パワーアップ。しかもこれはまだフル装備じゃないので、伸びしろがある状態でこの HP。逆シャージの大人な風格とともに、めっちゃ強くなったね。ちなみにアニメでは引き続き原点と同じく、古谷徹さんが演じる。やっぱりアムロは古谷さんじゃないとね。そんな騎士団長アムロが率いるのは、合戦士ガンキャノン。もちろん初代パーティーの、あの戦士ガンキャノンと同一人物。HP はかつて300だったが、3500までパワーアップしている。おう。合戦士になってかなり強くなったのね。次はビショップドワーフガンタンク。ガンキャノン同様、かつての初代パーティーのあのガンタンク。だいぶ年を取ったので戦うことはないが、MP はかつての200から2000までパワーアップ。年を取って魔力が上がったのね。っていうかドワーフだったんだ。そのガンタンクが飼育するツボの精、アラビアンウィルス。未来を予知する能力があり、MP は800。モチーフはダギルス。ガンタンクに刺激されるダギルスという、謎のコンビ。次に紹介するのは、モンスマスターエンディガンダム。モンスターと心を通わせる、不思議な能力を持つ。その肩書き通り、ティラノザクというモンスターを刺激している。なるほど、ドラクエ5とエンディ・ジョーンズの要素を、うまいことミックスしたキャラなのね。HP555 と低いが、凄まじい無知さばきを見せる。基本は HP4500 を誇る、ティラノザクに乗って戦う。モンスターとハイエー、4500はかなり強いね。実はこのガンダムの顔はマスクであり、その下の素顔はジム顔となっている。ガンダムじゃなかったんだ。その正体はなんと、
かつてラクロアのショーなどに出ていた、ジム・ヘンソン・ジュニアである。ええ。あのジム・ヘンソン一家の子供の、初めて登場した時はまだ赤ん坊だったけど、そこからたくましく成長して、立派なラクロア騎士団のメンバーにまでなったのぜ。子供の頃からサタン・ガンダムさえ翻弄してたから、ただものじゃないと思ってたけど、成長してまさかこのような形で再登場するなんてねえ、いろいろ感慨深いな。人数は少ないが、ラクロア騎士団という頼もしい精鋭が仲間に加わり、ダバード軍は活気づいた。さらに戦いの功績を認められて新たな鎧を授かり、騎士団長アムロから称号を授かったことで、バーサルナイト GP01 となった。おお、ついにバーサルナイトの称号まで授かったのね。バーサルナイトとなって、HP も5000から7000となってさらにパワーアップ。バーサルナイトらしい伝統的な白い鎧、バーサルスターソードと、スターダストシールドを装備する。0080の、スターダストメモリーから取ってるのね。ということで体制を整えるべく、ひとまずレガシムで野営するダバード軍。するとその夜、バーサルナイト GP01 とアムロは、夢の中でスペリオルドラゴンと出会った。おう、ついに本人が出てきた。正規兵同士は戦うために目覚める。そしてその戦いで勝った方がスダドアカワールドの未来を決める。今、ガイアの大穴に眠るルーンレックスをネオジオンが目覚めさせようとしている。ルーンレックスが勝てば世界は滅亡するだろう。ガンレックスが勝てば未来は人間族とモビルスーツ族の手に委ねられる。正規兵は人間族、モビルスーツ族たちの心を見つめるために生まれてくるのだ。そしてガンレックスを動かすのは選ばれし者だ。ということでスペリオルドラゴンからのお告げにより、二人はガンレックス以外に、もう一体正規兵があることを知る。ついにここから、今回の本題に入っていくのね。スペリオルドラゴンの言う通り、その頃ネオジオンは、ガイアの大穴でもう一体の正規兵の発掘を急いでいた。発掘の指揮を取るのは一生同様に、エビルナイトバウ。しぶとくまだ生きてたのね。発掘を行っているのは、ゾックモチーフの後期兵、ギゾーン。戦闘用というわけではないが、MP は1万、3000ある。操縦するのは総種ザク。ほんとそのまんまのザクだね。完全に発掘されて、敵の手に落ちてしまう前に何とかしようと、ダバード軍はガイアの大穴へ向かう。大穴へたどり着く前に襲いかかってくるのは、モンスターコボルドバルディ。群れをなして生息している獣人族で、モンスターでありながら剣も使えるほどなかなか賢い。ガルバルディベータモチーフで、HP は580ある。もはや雑魚敵であろうと、なかなか強いねえ。体から毒物を分泌して襲いかかってくる、モンスターポイズン動画。レズン専用ギラ動画がモチーフで、HP は640。毒持ってるのがなかなか厄介な相手だねえ。モンスターグッタウロス、やはり集団で斧を使って襲いかかってくる。HP が820もあり、この地方のモンスターではかなり強い部類。ザコモンスターで800超えとか、かなり苦戦しそうな相手だね。さらにモンスターだけでなく、戦士で何ゲーといった、ネオジオンの戦士たちも配置されていた。HP が1100もあり、ナタのような巨大な剣を振るう。戦士でこの強さとは、ネオジオン恐るべしだね。さらにトウシゲルググマリーネ、強大な斧を軽々しく振り回す。モチーフはシーマ専用ゲルググ M であり、HP 1600もある上に、複数個体いる強敵。シーマ専用機って普通にリーダー機じゃないか。それが複数いるってもう反則だねえ。それらの敵をなんとか倒し、ガイアの大穴へと通じるダンジョンへと入る一行。モンスターワイトゲルググ、実体がないゴーストで、聖者に襲いかかってくる。MP760 もあり、単体ながらなかなか強い。実体を持たないゴースト系も、なかなかに厄介そうだね。ヘビーモンスターワイバーンドッグ。巨体を誇る大型モンスターでは最強の相手。動きも素早く、その上翼の突風とかギズメの二重攻撃を仕掛けてくるかなりの強敵であり、HP は3400もある。めちゃくちゃ強い。でもドッグって名前の割には、犬じゃなくて鳥みたい。ということで、ガイアの大穴の氷の間へとたどり着くと、モンスターフロストドライ戦などが襲いかかってくる。モンスターというよりもむしろ戦士や闘士に近く、強大な斧を振り回して侵入者を切りつけてくる。HP は930もあり、氷の間を守るだけあって寒さに強く、霊気を放ってくる。確かにモンスターって感じが全くないね。
通に強者の戦士って風貌が、かっこいいね。ナイトベルガダラス、HP が2400もある、ネオジオンの強力な騎士。聖騎兵発掘を行っている部隊の護衛として、エビルナイトバンを補佐する。やはりベルガダラス系だけあってかっこいいし、かなり強いね。ゴーストナイトギャン、MP は1900。かつてナイトガンダムたちと戦った、あのナイトランが復活した。おう。あのゼノンマンサたちと同じく、復活ナイトか。呪術師ハイゴッグ、MP 2700。かなりの巨体を誇るだけあり、その魔術力もトップクラス。ハイゴッグモチーフで魔術師で、これほどの強敵クラスはかなり珍しいね。知識も豊富のようで意味深なことを言っているが、これがわかるのはずっと後のことだな。運命の三騎士？ちなみにこれらの護衛部隊を指揮しているのが、指揮官ガトーとシンカンシーマの二人。おう。ガトーとシーマの二人も外伝にいたのね。ガトーの鎧はノイエジールモチーフであり、HP は1300もあり、人間族としてはなかなか強い。さすがはガトー。さらに発掘部隊の護衛の用心棒として、傭兵騎士マルスガンダムが、今度は敵として立ち塞がる。なんと、裏切りやがったのか。前回ダバード軍が負けたので見限り、勝てそうなネオジオン軍の方に金で雇われた。鎧がモチーフでいう、F90 火星独立ジオン軍仕様となり、HP も前哨よりも上がって、4200となった。そうか、F92 号機って奪われて、ジオン軍仕様にされてたからこういう役どころになってるのか。しかも映画などでは、ヘイネイルシザーという MP13万誇る、格闘射撃、耐久性に優れた強力な騎兵に乗って戦う。モチーフであるズゴック同様に、強力なタックルと鋭い爪を武器に戦う。敵になった途端、味方の時よりも強くなってて厄介だねこや。そのネイルシザーに指揮されて、ガン騎兵ロックギブーが外話を投石してくる。MP は1万あり、兵士族が東部で投石準備をしている。ネオジオンの量産騎兵は、バリエーション多いな。さらに、騎兵ネオドズーカ、MP は4万。一生でガンレックスにやられたため、回収された機体。回収されて、族からグフ型にパワーアップしてる。ということでこれらの強力な敵に阻まれて、なかなかガイアの大穴の中心に近づけないでいた。その間にネオジオンの聖騎兵発掘は、どんどんと進んでいたが、それを守ろうと、機械兵士ガンキラーが出現し、ネオジオンに襲いかかってきた。ガンキラーって、あの漫画が元ネタのキャラか。モチーフのガンキラーは、一体で恐ろしい強さを持っていたが、外伝では一体ずつでは大した強さはない代わりに、騎兵にくっついて消滅させる能力を持つ。おう。めっちゃいっぱいいるのね。邪魔なガンキラーを倒すべく、エビルナイトバウは回収されて強くなった、邪気兵ネオダークタイラントに乗り込んだ。MP も13万から倍の、26万ヘとパワーアップした。うわ。ただでさえ強かったのに、さらにめっちゃ強くなってる。さすがの圧倒的な強さで、次々とガンキラーを倒していくネオダークタイラント。すると突然ガンキラーたちが光り出し、眠るもう一体の聖騎兵へと吸収されていった。の聖騎兵、その名もルーンレックス。以前解説した通り、かつてスペリオルドラゴンが不在時に現れた双子の神、イスタとガイアスが神の代行者として、ガンレックスと同時期に作り上げた。ガンレックスが守護の代行者とすれば、ルーンレックスは破壊の代行者となる。そのためか操縦者を必要とせず、自らの意思で自立して行動する。ええ、勝手に動くの。しかしそのせいでかつて暴走し、今回の復活でも暴走し始めた。その手始めとして MP30 万を誇る強大な力で、邪気兵ネオダークタイラントをバウごと葬った。ええ。あれほど強いネオダークタイラントが、いともたやすく、邪魔者を排除したルーンレックスは、その次に当然ガンレックスに襲いかかってくる。ガンレックスは全勝でパワーアップしたものの、MP15 万。発金の盾の効果が通用しないのか、ルーンレックスの圧倒的な力の前に追い詰められる。盾の半減効果が通用しないとすると、このままじゃ絶対勝てない。
そしてとうとうルーンレックスの放つ魔法弾によって、大穴の底へと落ちていってしまった。ガンレックスが負けた。勝利したルーンレックスは破壊の代行者としての使命により、ダバードやネオジオンの区別なく、無差別に破壊活動を開始する。ただただスダドアカワールドを、破壊するだけの存在とかしちゃうのか。誰もが諦めかけたその時、ガイアの大穴のクレバスから、ガンレックスが飛翔して現れる。GP-01 の諦めない心に応えるように、聖騎兵ガンレックスは進化し、空を飛べる翼が生えた。おお、さらにかっこよくなった。腕からは3本のビームソードが生え、MP はルーンレックス同様に、一気に30万まで上がった。めっちゃ一気に強くなった。これでほぼ互角になったガンレックスは、一気にルーンレックスに迫る。ついにルーンレックスを倒した。ガンレックスが勝ったことで、未来はモビルスーツ族と人間族に委ねられた。だがガンレックスが勝ったのもつかの間、ルーンレックスの残骸から光が放たれ、その光にガンレックスが飲み込まれて、消えてしまった。ええー、ガンレックス勝ったはずなのに。これで完全に聖騎兵が消えてしまい、残されたダバード軍は再び劣勢に陥ってしまう。そんな絶体絶命のピンチを救いに現れたのは、一生で傷ついて戦線離脱していた、バーニングナイトガンダム F91。いや、バーニングナイト改め、シルエットナイトガンダム RXF91。シルエットナイトガンダム RXF91? なんかパワーアップしてる。一生で受けた傷が完全に癒えて、新たな装備を得たおかげで HP も、5000から6000にまでパワーアップ。円卓のナイト編でもパワーアップしてたのに、さらに進化するとは。さすがガンダム界屈指の人気キャラ。ちなみにモチーフはシルエットガンダム。厳密に言えば F91 とは別物なんだけど、まあ細かいことは。そういうところがある意味に、外伝の面白いとこだね。さらに円卓の騎士の先遣隊として、F91 を援護するためにナイト F90 ジュニアも参上。以前よりも成長したためか、HP は800から1000にまでパワーアップ。見た目は変わってないから、単純に本人が強くなったのね。さらに砲術師 F90 ジュニア、彼も MP が800から1000にパワーアップ。いち早く電書ハロにより、残りのナイトたちの救援を要請した。やっぱり他のジュニアたちもいるよね、ということは。もちろん投資 F90 ジュニアもいる。やはり HP は800から1000にまで上がっている。そんなジュニアたちは、傭兵騎士マルスガンダムを見て戸惑っていた。え、どういうこと？それはやはりマルスガンダムの方も同じであり、ジュニアたちを見ると退散してしまった。優勢だったのにまさか逃げるとは。シルエットナイトたちの援護により隙が生じたため、ダバード軍はこれで、ガイアの大穴からひとまず脱出することに成功。ネオジオンはダバード軍を逃がすこととなったが、ルーンレックスの残骸を回収していった。というところで、今回の第3章は終わるのぜ。うわぁ、またいろいろ気になるところで、消えたガンレックスがどうなったのか、これからダバード軍はどうなるのか、いよいよ次回は聖騎兵物語の最終章となるのぜ。それではまた次回。